ません。いいですか、先に。いいですか。ちょっと今回ひな壇にまた呼んでくれてありがとうございます。ちょっと自分心に決めてる人がいて、ちょっと喧嘩を入れたいなと思うんで、この場を借りてちょっとお願いしたいんですけど、まあ、ちょっと自分ベアナックル2000やって、まあ、最高にスリリングで楽しい試合だったんですけど、ちょっと今後ね、もっとスリリングで最高な、まあ、最高のエクスタシー感じられて届けられるような人って誰だろうなって思った時に、まあ、ちょっと自分10代の頃から、はい、地下格出てて、地下格のレジェンドで本当に最高に狂ってて喧嘩最強なヒロミカワさん。俺か、はい、どうすか。今年最後埼玉で、自分はもう地下格最強って自負してます、うん、でずっと憧れでした。いや、メカ君のね、ちょっと待って、はい、ずっと言ってんだよ俺。いや、でもやらせてくださいよ。俺も先に言ってるわ。やらせてくださいよ。いや、俺がやりてんだよ。フォームなんで。それは譲れねえわ。いや無理。やらせてください。無理。自分ずっと憧れなんですよ。うん、でも無理。俺はずっと言ってるから。どうすか。自分はもう若い子たちも背負ってるんで、うん、はい、地下学代表としてもやりたいですね。お前ら熱すぎるよなあ。ちょっと待ってくれよ。ちょっと前に、俺もよ、ちょっと今回やりてえやつがいいんだよ。悪いな、ゆうちゃん。大応援団合戦やらねえか、俺らと。俺が勝ったら朝倉未来、俺と勝負しろ。ヒロ君、本気でやるの俺と。本気だよ。俺ヒロ君のことさ、うん、大好きだし、リスペクトもあるよ。俺もしているよ。でもね、彼らも差し置いて、うん、俺たちがやって盛り上がるんだったらやろうか。盛り上げようぜ。どう。いや、もうめちゃめちゃ面白いですよね。やっぱ2人とも一番観客を呼ぶ2人なんで、まあ会場はめっちゃ盛り上がるなっていう。みくん勝ったらみくんに行っていい。やります。みくん1分やりたいでしょ、ブレイキングダウン。確かに。やりますか。じゃあみくんの相手務まんの俺しかいないでしょ。格が振られました。どうなのね。お前らの熱い気持ちももう受け止めたよ。ありがとうよ。頑張ってください。うん、じゃあ試合決定ですね。これは熱いよ。まあ12、3年経つんじゃない。お互いね、アウトサイダー近くね、長年やってきた者同士いいじゃないか。まあうちの幕府の連中もね、やつにやられてるしね、うん、なかなかそういう因縁は面白いんじゃないかなって。やっぱり極上のアウトロとやらせてください。次は俺が見せてやるよ。ああ、このスポーツマンどもが。めちゃめちゃいい選手ですよね。強いし熱いしスター性もあるし、お前らの目を釘付けにしてやるよ。脳まで痺れるからな、よく見とけ。はい、よろしく。一人の標的を追い求め。ちょっと呼び出して一回こいつ説教したいですね。呼び出して芝居できる。呼び出すか。じゃあ気になるやつを呼び出す。やっちゃっていいって。やる気あんの、お前。指名で対戦相手を決める。喧嘩と格闘技の違いを教えてやろうかな。
こいつらの標的は朝倉一門特攻隊長西谷大成。とうとうこういう企画に僕が呼ばれるようになってしまったんですね。今行く、今行く。おーい、どうしなんだよ、待て、止めて、どうしなんだよ、待て、止めて。マジで門エコーじゃないですかこれ。前田島純さん、まあ、前々回とかも出てると思うんですけど、純さんの後輩で門エコーにしか見えんかもしれない。この人もう面白くなさそうやな、こいつ。門エコーだったら会いたいんですけどね。本物やったらね、一緒にゲームとかしたいですけどね。お願いします。はい。もうホストみたいな人っすね。なんか SNS 名がマゾくんっていう名で活動をしています。マゾくん、はい。格闘技歴は、柔術を主にやっていまして、まあ、現在、ね、負けたことはないと。負けたことないっていうのはどれぐらいの？43です。43戦無敗、はい、どういうこと？すげえじゃん。さっきあの、はい、キム・ジェフンと相当やり合ってましたよね。あー、さっきやってた人か。へえ。そうですね、僕はやっぱああいう、ただの暴力っていうものは格闘技じゃないと思ってる、うん、まあああいうやからは許せないなっていう。シンプルに嫌いなんですよ。だから僕はこの喧嘩と格闘技の違いを教えてやろうかなと思ってきました。西谷君は一応プロ格闘家の類かなとは。そうですね。でも僕があのディープのポジションにいたら僕ならベルト取れてると思うんで。おお、いいですね。まあこういうこともあろうかと西谷君の悪口メモにまとめてきました。見して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 、楽しみ楽しみだな。歯ぐき長い、おお、そうやな。ディープでヌルヌルで1本取られてダサい。打席志向、普通にグラウンドでも立ち技でも勝てそう。てか MMA なんでやってるのか謎、両方パッとしないです。歯ぐきが長いです。ちょっと会ってみます、この人。目の前で今西谷大成と対面できるとしたら。いや、めちゃくちゃ気まずいです。それはいいです。後日とかなら。え、じゃあちょっとびっくりするから今行ったる。今行く、今行く。ちょっとびっくりさせよ、びっくりさせよ。素人みたいなこの人、ほんま格闘技やっとんかな、この人って。マウスピース特注か聞きたいですね。格闘家っていうイメージっていうよりかは変な人。はい。ぬるぬる。なんで？マウスピース特注作ってない？自分。いやいや。なんか格闘家でマウスピース特注ないやつおらんで。格闘技やってんの？いや、やってるし。やってないの？歯茎は。そこら辺で顔温めてハメラ使っとるわけ？じゃ本当に。あ、かっこいい。かっこいいじゃないの。かっこいい。かっこいい。なあ、かっこいい。話そらすな。マウスピース作ってないよ、お前。格闘技やってないやろ、お前。やってるよ。やっとって、なんで自分で歯医者さん行って作らんねん。作ってるよ。作ってなんて分かるじゃん。特注や。ぴったりも。ああ、特注やったな。こんなや。西谷の、お前のこんなや。だって、はい、お前もう完全にあれやもんな。九州の方かどっか知らんけど、ボコボコされそうな顔しとるもん。いやいやいや。マジで。そもそもガタイが違うから。ガタイが違うから何なの。課題が違うから、それで課題で勝てると思っとん。課題で勝てると思ってんの。なんか失神するかも。いいよ。いや、マジでなあ。うぇーい。さっ、佐藤だよ。今年飲んだよ、これ。あ、切れて取られてるよ、どうも。いや、曲がってねえ。ちょっと止めん、殴る、足折れるって、どけよ、お前。痛いです。ほら、痛い。いい、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 オッケー、オッケー、オッケー。調子乗んなよ、俺。脱世橋で。シンプルにリングで買ってみる。そんだけ大口でくる。うわ、とうとう来たか。本当に最高に狂ってて喧嘩最強なヒロミ川さん。俺かい。はい、どうすか。メカ君にいい相手ありますか。 OK です、楽しみにしてます。西谷君の部屋やろうとしてるから、ちょっとベアナックルで一回持ち込んでほしい、ね。はい、自分やりたいと思ってますから。はい、やりたいですね。西谷ですよね。そうか、とうとうメカ君に喧嘩売られるようになってしまったんですね、僕も。
喧嘩自慢がプロ格闘家と最高な喧嘩をする、はい、これは本当待ちに待ってましたね、はい。西谷君との関係性は何かあるんですか？まあ、まず最初に豊橋戦があって、それの監督だったんですけど、なんか追撃したぐらいでなんかビリビリギャーギャー言う騒いでて、なんだこいつって思ってたんで、こいつやってやりてえなって前から思ってたんですよ。まあこいつルールとか分かんないやつなんですよ、バカやから。素晴らしい推進力、試合裁定は赤コーナー選手の反則負けとなります。さあ結果、メカ君の反則負けということになりました。自分を呼んだってことは素でルール、ベアナックルでやりたいってことでしょ、みんな見たいってことでしょ。よろしくよ。それこそなんか引退するみたいな言ってたじゃないですか、はい、自分が最高のリングで住んで、はい、引退させますよ。右手は間に合いますか？あ、全然間に合いますよ。なん右手使えなくても全然大丈夫です、はい、全然大丈夫です。いや無理だって、さすがに万全にしてこいよ、おめえ。言い訳されたくねえやろ、おめえ。ちょっと今までの相手とはわけが違う、はい、なんで最高なんですよ。もっともっとスリリングな試合をしたいなって、本当死ぬか生きるかの試合をしたいなって思ってたんで。いいな。いやもう待ってました。俺もなんか格闘技こう引退して、てか まず僕地下格闘技からこう始めたんですけど、やっぱそういう生きるか死ぬかみたいな感じで戦うのが僕めちゃくちゃ好きやったから、なんか引退してみて、まあ改めてちょっとこういう相手とできりしたいなと思いますよね、マジで。うん、こいつでいいかなって感じ。いやもう来て来て、おいで、もちろんおいで。最高、久々です。久々です。最高ですね。ずっと痛かったんですよ。いやいや全然、もう最近活躍は見てますからね。やってくれますか？うん、もちろん。もう僕あれですからね、もう引退してますから。別に拳壊れようが、うん、どっか骨折れようが別でもいいし。いいですね。じゃあ本当死ぬか生きるかの、うん、最高な試合しましょう。もちろん殺し合いを。いいよ、もう文句全くないんで僕は、はい、自分も変でこうやって揉める気ないんで、もうあとは仕上げるだけなんで、当日、うん、もう死ぬ気でやるより好きでやれ精神でいくんで、生きるか死ぬかの本当に死闘をやりましょう。うわ、なんか想像できるわ、試合これむちゃくちゃなるわ絶対。うん、血まみれになりましょう、そうですね、祭りしましょう。はい、お願いします。そうっす。この手がぐちゃぐちゃになっちゃうんですね、血だらけになりますよ。これまたなるよ絶対、うん、これ全然何本でも折れてもいいと思ってるんで、うん、俺もいいから、うん、いいっすね。まあメガ君、喧嘩自慢の時にさ会ったのも多分なんかの運命だと思うよ。めちゃくちゃ練習してマジで倒すからさ、しっかり覚悟しておいて。最高にスリリングな最上級にエクスタシーを感じられるような試合をしましょう。右ストレート、フック、ハルカー、アルバート・クラウスが倒れました。どうか、右ストレート、やばい、さらすがにメカ君が行く、ダメージを受けた、揺れた、体勢の脳が揺れた。続いてなんですけど、ブレイキングダウンを題材と して、扱った映画を制作しました。今日は、なんとその映画に出演している超大物が来てくれてるみたいです。ではお入りください。ガクト？いや違う、本物？ちっちゃい。映画お疲れ。ああ、お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しみだな。楽しみですね。楽し
匂いまで匂いが、ま、マジで一緒匂い完全に一緒だわ似てるな背がちょっと低いか気圧の影響でちょっと、ね、気圧の影響でめちゃめちゃ似てるぞ対談でもなんかみくり君のパンチだいぶ受けてましたよね重かったねそうそうそう元気似てんだよな完璧なんだ本当に似てるなあれどちらかというと吉田君なんだよちょっと安いっすよちょっとクオリティが下がるじゃまだあの僕たちちょっと本当のガクトさんかって疑ってしまってるんですけどあそうか証明できます咲いた咲いたチューリップの花か ガクトです歌声は似てるねあ、実はもう一人大物が大物俳優の大物俳優が来てるみたいなんだよなんか風格が箔がついたなあ、どうも今回あの映画でちょっとガクトさんにはすごいお世話になったんでまあちょっとガクトさんの本物のガクトさんとちょっとどっちかと戦いたいなと思ってせいやの演技どうでしたあまだまだかなこいつタイガでタイガまあでも俺も来年まあタイガ出る予定で気もそういう気持ちでやってるから俳優なめんなよまあ一応なんかスパーリングできたらみたいなっていうのは僕らがですかはいあここではいいいんですか顔やめてねじゃあ今回ちょっとあのスパーリングで勝ったらちょっと枝の映画の宣伝をさせてください勝った方が宣伝はい、似てるなじゃあ準備してもらってあ似てるな似てるなちゃんとウインキャラだよないきますちなみに今回の映画のストーリーをちょっと聞いてもいいですか、はいまあ、そうですね簡単に説明するとやっぱ、少年上がりの2人がいるんですけど、はい、朝倉未来がちょっと公園に来てちょっとスピーチしてで、はい、感動になって朝倉未来に2人が憧れて
ブレーキングダウンを目指して、格闘技に打ち込んでいくって流れなんですけど。なるほど、はい、そうなんですね、はいはい、そうなんですね、知ってますよね、もちろん。もちろん、もちろん、はいはい、ブレーキングダウンスタッフと、はい、クローズゼロのスタッフたちが、もう作り上げた作品なんで、もう本当一勝者としてあの作品を見て、はい、もう本当心震えましたね。あの三池監督が、クローズゼロとかある中、うん、最高傑作って言ってくれてるんですよ。あ、そんな風に言ってくれてるの、はい、すごい。マジで見て後悔はさせません。お、はい、言い切りましたね、はい。でも本当見どころ本当たくさんあるんで、まあ本当もっと話したいんですけど、はい、やっぱペーパービュー、劇場そっちで見てもらいたいんで、ぜひ一緒に楽しみましょう皆さん、はい、楽しみにしましょう。なんて皆さん最高でしたね。クローズ以上のものだったんじゃないかなと思いました。すごい感動しちゃって泣きそうになりました。吉祥丸さんが推しです。赤山が90分でした。フルファイト最高。公開初日から大絶賛の嵐、 X でも反響多数でいきなりトレンド入り。クローズゼロのスタッフとブレイキングダウンが人生をかけて放つ最高自信作。映画を見てみんなも人生本気になろうぜ。めっちゃリアルで感動しました。いやー、ダンス君えぐいっしょ。若い頃思い出しますね、あれはね。すごいね、パワー溢れてます。人生悩んでるやつらとかネットでぐちぐち言ってるやつら、これを見て挑戦することの大切さを学べ。這い上がってやるよ、絶対に。出てきたんか。見てわかんねえのかよ。ああ。たどり着け、夢をつかむために。そこ試合決定で。ブルーファイト、青き若者たちのブレイキングダウン。明日11月19日20時30分からの回は、篠田麻里子さん、米尾さん、せいやさんをゲストでお出迎え。あの話題のドッキリの裏側や映画の撮影秘話も大公開。一緒にペーパービューを楽しみましょう。購入は概要欄、コメント欄のリンクから今すぐチェック。今回ですけど、まあ、西谷くんのね、前回のディープの一件を経て、朝倉未来チャンネルでローション対決をやったところ、かなり好評だったんで、女子の居場所を戻してですね、ヌルヌル女王決定戦を行いたいと思います。なるほど、素晴らしい、はい、1分 MMA ルールで、まあ、ジャッジは僕たちがするということです。はい、じゃあ海君、待ちに待った女性ブロックですけど。そうですね、僕今日このために来ましたからね。それではお入りください。失礼します。じゃあ自己紹介お願いします。2代目ブレイキングダウンガール、現インタビュアーをしてます藤戸さゆりです。よろしくお願いします。今のブレイキングダウンインタビュアーをやらせていただいてます小島美優です。はい、よろしくお願いします。ケツ出さないでね。出さないもーん、はい、ナイス、素晴らしい。バビロンブーアーチです。まあ今日サングラスがない分ね、ちょっとスイートな感じでいこうかなと思ってるんですけど、弱そうなやつ言いすぎて嬉しいっす。今は沖縄でトゥクトゥクドライバーしてます。あのタイにタイにあるやつかかってこい誰でも。じゃあ次、裏側ヤンキー姉アンリこと質疑アンリです。まあ今回みんな戦う気あるんっていう服装やし、チャラチャラしすぎて大丈夫って感じなんで。戦いたい人いるの？アチュ服装バリかぶってるし。じゃあ準備して。ええ、マジっすか。はい、弱そうだからいいっすね。誰が弱いねん、もうお前ケツ出してるだけやんけ、だいたい白い服着てるやつ弱いんで。お前も白入っとるやんけ。いやちょっとね、ちょっと弱ちょい弱だから。2人準備してもらって。オッケー、ガチ MMA で。オッケー。他に何か PR、 自己 PR したいっていうか、その戦いたいアピールしたりしていますか？
アリシアです。ミクルさんの推薦できました。よろしくお願いします。推薦はしないんだけど俺全く推薦はしないんだけどさ、昔あの塗り棒と家で飲んでた時に塗り棒が呼んだ子なんですよ。塗り棒を狙ってたんですよ。狙って塗り棒を狙ってる、はい、狙ってないです。狙ってない。あのさゆりさんとやらせてもらってもいいですかじゃあまあ準備してください。2人は。はい。パチスタレプリ入れる。フリーダさん、あのドサクサに紛れて触っちゃダメですよ。フリーダさん、いかがでしょう。誰が見てんだよ。MMA ルールです、はい、やりましょう。行きましょう。レディーファイト。はい。こっち来いやつは。来いや。来いや。早く来いや。早く来いや。こっち来いや。早く来いや。早く来いや。来いや。来いや。はい。こいやこいやおお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 おチョークスリーバーうまい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 決まるぞこれ。ブレークブレークベイベイベイはいベイ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 離れて離れて離れてファイファイはい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 はレディーファイレディーファイ前出て前出ておお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 動きがめちゃめちゃいい。おお強い強い。流れてるよ。パチ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 。おお強い。頑張れ頑張れ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 。頑張れ頑顔剣ない顔剣ないよ顔剣ないよ。ラストいくぞラストいくぞ。うまいな小島選手。喧嘩がうまいな。小島選手喧嘩慣れしてない。絶対喧嘩うまいぞ。今パーリングまでしてたから。喧嘩の運び方がうまいんだよな。ラスト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 すいません、大丈夫ですか。はい、あ、ちょっと今ローション MMA やってきて一生懸命やったんでベトベトなんですよ。
お気に入りのちょっとシャンプーで洗おうかなと思って。いいですか、言っちゃって。あ、すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。まずシャンプーと、わあ、ローションベタベタだけど、あ、すごい、すぐ取れるかも。わあ、気持ちいい、いい匂いすぎ。わあ、すごい、やっぱこのシャンプーすごすぎ。ローションがすぐ取れた。このトリートメントもめっちゃサラサラになるから、これで髪の毛復活する。あ、もうさっきガチガチだったのに、もう手スルスルに通るもん。めっちゃいい匂いだこれ、本当に。このシャワー後のヘアオイルがいいんですよ。簡単に押せて、お、わあ、これ村田さんの匂いだ。わあ、やっば、村田さん思い出しちゃう。わあ、いい匂いこれ。これで乾かしたら本当にサラサラ美人になります。あー、もうサラサラ。今回新規定期購入者5000名限定で、前回大好評で即完売したコラボシールをプレゼントします。さらに今回は僕と弟の新デザイン&レアシールも増えているので、ぜひ概要欄とコメント欄のリンクからお買い求めください。またドン・キホーテではコラボシール付きの限定品が12月から販売開始されます。白黒各1万セットの販売なので、ぜひ皆さんもコンプリートを目指してみてください。じゃあ自己紹介お願いします。どうも、豊橋喧嘩島で出てました下田です。今回ちょっと親父の無念を晴らしに来たんですけど、昔お父さん地下格闘技で選手として活躍してて、国王っていう大会でこの中のある選手に負けたんですよ。でまだ前線で戦ってるって聞いて、僕ちょっといても立ってももうここまで来ちゃったんですよ。で関谷さんなんですよ。で関谷さんとやりたいですね。行きますよ。親父がやられてるらしくて仕返しに来たらしい、はい、名古屋国王で。あ、そうです。はい、親父さんの名前は、雷坊でやってます。はい、俺ちなみに よそ見しながら勝ったっすね。よそ見しながら勝ったっす。はい、上司の余裕が増しすぎだろ。国王懐かしいっすね。俺もデビュー戦国王なんで。出まして、出てましたよね。なんでちょっと自分がやりたいですね。今？あ、はい、今から何でもいいですよ。今から話します。でもやれるようになったら今すぐにでも。じゃあ準備して。はい、ありがとうございます。じゃあ、連綿と続く因縁が。はい、オッケー、横回れず、オッケー、オッケー、いいよ。はい、ブレイク、ブレイク、パンチ力あるよ。威力回ろう、回ろう。はい、効いてるよ、相手効いてるよ。回ろう、ナイス、ナイス。はい、ブレイク、ブレイク、ブレイク、ラサニャ、いいね、あの子。はい、パンチが重い。はい、よー、強く勝ちます。はい、みんな、よっしゃ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 、待って待って、おい、会いたかったよ、富澤。てめえでやりてんだよ。いいよ、よっしゃ。
どけ、おい、これは決まるよな。どけどけどけ、おい、震えるってやるよ。やる気だったらねえか。お前何してきたの。怖えんだろ。負けるのビビってんじゃん。やれよ。じゃあお前やれよな。やれ、やるかやらないかどっちだ。まあここら辺でね、俺が潰しとこうかなと思うんですけど、重量級のベアナックルとかあったら面白いと思うんで。今回改めて原点に、戻って、格闘技未経験者と格闘技1年未満の選手のみのトーナメントを行います。こいつは俺がボコボコにして、俺が頂点掴み取ってやります。でもパパッと倒してもうひな壇に行きたいんで、気持ちの強さだけは俺は誰にも負けないんで。任せられないなと思って自分で盛り上げに来ました。外見気にするようになってさ、めっちゃ脱毛サロンとか通ってんだけど全然毛薄くなんないし、金しか飛んでいかない。マジてか、イッサってさめっちゃ毛薄いけど脱毛やってんの。俺やってるよ。 RBL っていうローランドさんがプロデュースしてるメンズ専門の脱毛サロンやってるよ。駅から近いし脱毛効果高くて。そんないいんだ。うん、でもそんだけ効果あったらさめっちゃ金かかるべ。それがね、今月額1980円からいけるらしい。ガチ？なまら安いやん。今 RBL では無料カウンセリングやってるらしいから行ってみなよ。マジ？めっちゃいい情報じゃん。ありがとう。 RBL？ これはいいこと聞いたよ。おいたびどうですか？全く痛くないです。 ありがとうございます。マジで？でも全然痛くないですよ。目つぶった方が気持ちいいわ。皆さん、はい、この後ご飯行けすか。いや飲みでもいいっす。考えてきますね。行きましょう。また飯いっぱい。あれ年相じゃん。なんで払いじゃ、こいつ調子乗ってたでしょ。頭も脱毛しちゃっていいから。 RBL めっちゃ良かったんで、コメント欄、概要欄からぜひ無料カウンセリングを受けてみてください。待ってるぜ。ブレイキングダウン14本戦は12月8日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。ただいま期間限定で最大 15% オフで購入可能な会場チケットをアプリ早割チケットで販売中。数量限定のお得なチケットをお見逃しなく。お得なペーパービュー前売りチケットも販売中。詳細は概要欄コメント欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像や過去大会の全ての映像などアプリでしか見られないコンテンツを配信。ブレイキングダウン14も一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意していますので、まずは資料からでも概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン14では大会を盛り上げるボランティアの方を募集しています。ボランティア活動を通じて大会の裏側を体験するとともに参加者との交流を深める絶好の機会です。ぜひこの機会にご応募ください。詳細は概要欄のリンクからご確認いただけます。ブレイキングダウン14はシルクザリッチのほか RBL 剣獄行行行、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。